全国のキャンパーの方もキャンパーの方もこんにちは、ヤッキーです。今日はデュオキャンプに来てます。デュオキャンプにね来てます。早速何か焼いてますけども、これ何焼いてるんですか？やみつき炙りたそれ焼いたら美味しいですか？美味しい。これ本来はそのまま食べるやつですよね？そうです。ちょっと軽く炙って。そうなんですよ。いい絵になってるよ今。はい、できました。今日はね2人とも飲まないんで、あのコーラで乾杯しましょう。はい、乾杯。あうめえ。おいい感じじゃないですか。もうこれまだ食べれない。食べれる。好みですね。好み。あ、これいいです。これいい。熱々、めっちゃ熱い。ちょっと食べてみます。うまい。肉焼いちゃおう。どうぞ。焼いちゃおう。もう味ついてるやつ買ってきたから。ご飯食べてきました。昨日買ったカヌレは1個食べていい。僕もなんかこんなちっちゃいクロワッサン1個だけ食べてる。お腹空いてるね。行きましょう。今日はね、あの七輪用のなんかそう備長炭の入った京成炭を買ってきました。いいよいいよ、いい感じよ。味ついてるからね。そのままいける。そのままいけちゃうからいいじゃないって。これでね。これで。じゃあこれでちょっと待っちゃうからって。おお、おにぎり乗ってんじゃん。はい。焼きおにぎりする感じ？あっためおにぎりです。ああ、別になんか醤油とか塗らない。塗らないですね。お肉には100枚です、ね、ちょっと裏見てみましょう。変わんないぞ。じゃあ おにぎりじゃないのおにぎりはさすがに今乗ったばっかりだから。おにぎりの裏はおにぎりなんもない。おにぎりはなんもない。肉よ。肉はなんかうっすら。あ、うっすらね。うっすらの感じ。ちょっと火力がね弱めでね。火力弱め弱めでね。ちょっと近づけようかな。ちょっと待って、近づけるわ。違う肉をカメラに近づけるじゃないベタベタするだけよ。網を近づけてみました。いや早く食いたいね。お、なんかチリチリ言ってきた。言ってきたくない？え？チリチリ言ってきた。聞こえない。一瞬、あ、聞こえる。一瞬、ほらほら、チリチリ。全然温めおにぎりなんで、焼きおにぎりじゃないから。焼く目的じゃない。そう、焼く目的じゃないの。温める目的。温まればいい。そう、ほかほかさせたいっていうね。もう焼けてる。え、おにぎりそれどこの麺を焼いてる感じ？焼いてない。温めてる。焼いて温めてるだけ。温まったかな。え、もう食べれるんじゃない？なんかビーフジャーキーみたいな色になって、全然ピント合ってなかった。食おうぜ。じゃあ食べてみる。食べてみましょう。ゴー。いただきます。熱いんかい。熱いんかい。ちょっと置いておきます。熱かった。熱くて。じゃあ先食べていいかな。いいです。全然ちょうどいい適温よ。うまい。猫舌なんで。プルプルしてる。いや、そっちがプルプルしてるわけじゃない。カメラじゃないの。プルプルしてるの。あ、もうフーフーして食べればいい。フーフー。
フーフーして食べなよ、せっかくなんだからさ。猫舌なんですよ。ありがとう、ありがとう、お肉、ありがとう、お肉、自然の恵みに感謝。プルプルしてるよ、なかなか落ちないよね、玉ねぎがね。おにぎりね、おにぎり、おにぎりも、おにぎりです。おにぎりね、おにぎり食べちゃうのかな。冷た、冷たいんかい。結構長い時間やってたね。アルミホイルで巻く、巻く、巻かない、頑張ります。温めちゃう、もうちょっと。これ中までなかなかね、中火が通らないから。よいしょ、いろいろなんです。あの人たちが強くなっちゃって、含めてこっち側の方がいいのでは。結果こっちで良かったなと思ってます。結果ね、最初はもう俺たちしかいないって、ちょっと言いづらいなと思ったこともありましたけど、あんな時間経ってないのに。ちなみにあのそのナイフ今初めて使いました。うん。これも今この間買ったばっかりのナイフ。ちっちゃいよそれ。それコップよ、それコップなの。入れて、でマッシュルームね、ブロック状で。カマンベールを乗せまして、カマンベールを丸ごと乗せちゃう、丸ごと乗せちゃいます。ここは切らないです。カマンベール乗せて、でこれ明らかにちっちゃかったな、カマンベールに比べて。余剰がない。これにオリーブオイルを垂らしまして。どのくらいですか？あのある程度、ちょうど同じぐらいの高さぐらいまで。ギリ浸るぐらい。あ、こんなもんすかね。こんなもんでいきましょう。で食材を入れて、入れて
こう後から足していくスタイルでね、いきましょう。これで完成ということで、ウインナーワイ、ウインナーワイ、ウインナーワイ、ワイ、マッシュルーム のみシーフード後にしましょう。シーフード、ね、後にしましょう。で、掘り西をかけまして、掘り西を切るか。ほら、ボロンって出た。オッケー。じゃあ火つけよう。あ、普段から目分量で料理してるんで。まあ、ちょっと入れすぎ感はあるけど。あ、結構しょっぱいかもしれない。本当？焼き肉。はい。じゃあできましたんで食べますか。熱いの無理なんで。いや、夫婦したら大丈夫ですよ。まずはこうそのまんまで楽しみますね。これ二度美味しいスタイルなんですけど、まずねこれだけで食べるとうまいですわな。これ普通のアヒージョ。これちょっと近くでここ取ってみて、これをあちょっとこの穴を開けてここにこの具材をこうつけて食べると、フォンデュみたいにして、これも美味しいと。おこれちょっと食べてみてください。めちゃめちゃ美味しいです。フォンデュになる。じゃあ夫婦してどう？熱い、熱かった。うまい。あ、うまい、うまい、うまい、よかった。これはうまい。そう、これうまいね。これは大正解。そうなの。じゃあこれ食べようと。アサリ入りました。アサリしか入れないじゃない。エビとかイカも入れて。いや、アサリ選んで入れてる絶対。あ、イカとかエビも入れて。アサリしか入ってないの。お、エビ入った、エビ入った、エビ入ったよね。エビ入った。アサリだけよ。アサリしか入ってないの。エビ入れなよ。エビ入れた。イカ入りました。 でかいな、エビとイカ。はい、エビ、イカと、イカも、イカ1個しかない。イカね。よし、あんま入れてもね、結局温まらないんでね。よし、やろう。はい、こいつら、はい、できましたよ。行くよ。見て。はい。食べよう。じゃあ食べましょう。食べましょう。食べましょう。結局アサリ食べる。うまっ。うまい。うまっ。え、チーズつけた？チーズ。チーズつけていきます。多分海鮮入れたから海鮮のちょっと塩味も入ってるかもしれない。うまっ。うまい。うまい。あ、いや、いいよ、いいの。うまい。うまい。チーズの味する。チーズの味はせん。チーズの味せん。チーズつけてないよそれ。チーズはついとる。チーズまあでも溶けてるからな、もうな。オッケー、食べようか。やっぱりエビならね。エビ今ついてる。エビよ。なんかもうチーズがドロドロになってるな。だいぶちゃんと火通ってるかな。お、やっぱエビならよ。
エビ食うべきよ、アサリより。アサリなんてものなんだよ、もうしょうもないんだから。うまいのよ、アサリも。アサリもうまいよ。アサリもうまい。海鮮食べたらさ、ソーセージなんか食べても、もうやっぱもう、やっぱ海鮮の方がいいから、ソーセージとか。ソーセージもうまいな。ソーセージもうまい、これ。止まらないな、これ。うまい。でね、この間ね、この薪を買って、電車乗ってたんですよ。じゃあ、おじいちゃんに、横に座ってるおじいちゃんに声かけられて、椎茸でも、椎茸の菌でも植えるのって言われました。なんて答えたんですか？あ、キャンプですって。人見知り。すごい見てくるなと思った。買った。お、いい。99円ね。99円のね。ワークマンの99円のグローブね。アウトドア用の切り株の絵がついた。あ、でもめちゃくちゃ上手ですね。 OK。 あ、そう、最後までカキンとならないところが素晴らしい。カキンとするとね、刃こぼれちゃうんでね。あ、でももう、だいぶじゅ、うん、お、パカッと割れた。おお。ドヤ顔入りました。これをここに入れるだけ。多分それでつきそう、つきそう。あ、来た来た来た、火ついた火ついた。あ、いけるかな、いけるかな。そうで、それをできるだけ下にやって、そう、あ、無事火を起こせたので燻製を楽しみましょう、ね、燻製。これね、これ以上あれなんですけども、ピントが合わないな、顔に当たってる。あ、これがね、燻製器ね。で、ここにウッドチップを入れます。ウッドストックですか？ウッドストックはスヌーピーです。そう、燻製チップをこう入れます。あ、熱い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 。そんな入れるんですか？これいっぱい入れた方がいい。こんな感じね。燻製チップ入れます。それはもう使い捨てですか？もう使い捨てです。これはもうっぽいです。で、ちょっとで、これをこうやってね、網をはめて、で、ここに網はめてるので、この上に食材を置きます。チーズね、こういうタイプのチーズがやりやすいんですよ。これね、普通のやつ、これやるのには理由があって、はい、これアルミがついてるんですよね。こういう風にして見えるかな、ちょっと顔にピント当たってる。こういう風にねして、熱々熱々、
で、周りのアルミを取ってあげて、こういう、ちょっと待って、また顔にこういう状態にするんですね。で、ここに乗せてあげると。ブル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 。これをアップで。で、火つけるんですけど、これ弱火にしとかないと、火が上がらずに煙だけ出る状態にしないと、ただのチーズ焼きになっちゃうんですよ。そう、これが燻製にならない。そう、煙だけ出てる状態。あ、ちょうどほら、こう、ちょっと見てください、これ中見てください。これほら、ウッドチップは燃えてない、煙だけ出てる状態。これです。これで蓋閉める。ほう、あとは待つだけ。はい、OK、じゃあ開けますね。うわっ、うまそう。いただきます。うまっ。うまい。うまいっす。ちゃんと味ついてる。えぐくない。えぐくない。ちょうどいい。咳き込んでるやないかい。煙が。あのね、焚き火ね。煙がね、ちょうど来ましたね。うまい。うん、うまい。これはうまいです。こうほう、これ見たことあります？ないです。これ見たことないですか？これマキネッタっていうんですか？レオネッタ。レオネッタって何ですか？もっとレオネッタは知らないです。レオネッタはスマブラのキャラです。スマブラのキャラですか？元ネタは分かんないです。元ネタは分からない。え、さらに上？え、これが水を沸騰させると、あの蒸気で上がってきて、中のフィルターを通してコーヒーになってここから出てくる。え、何を言ってらっしゃるんですか？コーヒーの抽出をするんです。エスプレッソを作る機械です。へー。一回止めて大丈夫です。ほらほら、おー、これエスプレッソです。で、これ火止めますね。ここから出てきて、で、これは一旦ね、こっちに避けとくんですよね。牛乳入れて、シュポシュポやって、コーヒーを入れていく。入れていく。で、牛乳を目分量で入れてきます。ちょっと泡立ちが足りないかもしれない。泡立ちが足りなかったら。足りなかったらしいです。いける。夫婦したらいけるっていうのはいけないですから。でもちょっと時間置いてたんで、コーヒーも。暑い。無理です。暑いんかい。暑すぎて夫婦しても無理。全然暑いの飲めないじゃん。美味しいです。絶対嘘やん。絶対嘘よ。ちょっと飲めました。ちょっと飲めました。美味しいです。そうです。苦っ。ちょうどいい。はい、というわけでいかがだったですか？今日楽しかったです。楽しかったですか？巻き割りも楽しかったですか？巻き割りはまあ相変わらず楽しかったです。ただ前回より木が硬かったのでちょっと大変でした。今日は広葉樹多めだったんでね。はい、今回ちょっと
大変でした。ご飯も美味しかったですかね。ご飯も美味しかったですね。そうです。じゃあまた行きましょう。コーヒーもね、コーヒーもね、コーヒーも最後に全然飲めてないです。暑いけどね。はい、じゃあ今日の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。